はい、こんにちは、タクロと申します。今日は参加関数、共通テストの前の、センター試験の前の、共通一次の前の、東大独自の一次試験から持ってきましたね。参加関数を終えたばっかりでも解ける優しめの問題なんで、ぜひやってみてください。はい、いきます。まず連立方程式なんで、文字が何個あるかっていうことなんですけど、これはね、範囲示してるだけなんで、このコサインシータとサインシータを別の文字と捉えると、等式が2つ、文字が3つっていうことで、このままでは解けません。ですので、三角関数の時に常にね、意識しておいてほしいこととしては、やっぱりコサインとサインの関係、こいつをね、もう一つの式として考えれば、文字が3つ、式が3つとして解けるよっていうことですね。これは何を示しているかっていうと、原点中心半径1の円周上にある点としてね、三角関数を捉えるといいよっていうことであります。コサインシータっていうのが X 座標に当たる、サインシータっていうのが Y 座標に当たるものだと考えると考えやすいよっていうことでした。今回は180度までなんで、下半分はないかな。こういう風な点の動きをするっていうことを常にね、意識しながら解いていくといいと思います。はい、じゃあね、解きましょう。どれを消去してもいいんですけど、今日はね、1を使ってサイン消去することにしましょうか。はいね、こんな風になります。これを2番に代入しちゃいましょうね。計算シータを移行してやれば、13-k サインシータですけど、そこにね、これを代入してあげて、こんな風になります。コサインシータでくくってルート3かけましょうか。はい、掛け算して0っていうことですから、どちらかが0ですけど、コサインシータはね、0じゃなさそうです。まあ、コサインシータは0の時考えましょうか。ね。コサインシータイコール0をね、1に代入すると、0、0ですから、1よりサインシータが0になりますね。でも、コサインシータもサインシータも0っておかしくないですか？原点ですよね。サイン周上にないじゃないですか。ね。これを満たさないじゃないですか。ということで、これはありません。これに反するって言ってもいいですけどね。ということで、ここは0ではないので、コサインシータで割ってしもて、この中括弧の中が0というふうに言えます。これをね、整理すればいいですね。展開して全体にマイナス1かけるといいと思います。ということで、K の二次方程式を解く。K を出すことができましたから、それぞれね、K イコール14の時、K イコール10の時を考えてあげればいいでしょう。ここに代入すればいいかな。14-11で3。3割るルート3で、ルート3ですから。で、これをこっちに代入してもいいし、この状態だったらタンジェントを出してもいいですね。両辺をコサインシータで割れば、タンジェントがルート3です。ということは、この傾きがルート3っていうことですね。1ってルート3上がるような傾きの角度っていうことで、0度から180度までならば60度ってことです。ね、60度。ここに代入したらいいかな。ここがタンジェントの値ですから、ルート3分のマイナス1ということで、ルート3いって、マイナス1ですかね。だから、150度ですね。っていう風になります。ね。はい、まとめ。今日はね、丁寧めに喋りました。と言っても多分動画で言うたら4分ぐらいですけど。まあ、常にね、三角関数、やるときは、でっかい単位円を書いてね、その中で進めるとやりやすいかなと思います。
タンジェントはもうこの動径、動く半径の傾きとして捉えるのがやっぱり一番やりやすいのかなと思います。常に傍らに単円ということでよろしくお願いします。はい、今日の授業は以上でございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。